上村聡太です。今回はですね、いつも僕がしている髪セットをね、皆さんにご紹介したいと思います。今の僕の髪型はですね、マッシュミニウルフです。前髪の長さが押さえたら前髪にかかる、サイドが長め、刈り上げなし、襟足ちょっと長めってな感じです。でこの髪型で髪セットをしていきます。でいつも僕がしている髪セットはですね、全体的にまあ無造作なんですけど、詳しく言ったらまあ波打ち、縦波打ちするんですよ。縦波打ち入れたり、まあ、スパイラル入れたりとか、まあ、本当に適当な。でバックは本当に適当な、バック適当みたいな。で前髪も無造作なんですよ、僕のいつもしているセットは。なのでそこもね、詳しくね、皆さんにお伝えしようと思います。で多分僕アホなんで、多分皆さんに理解していただけるか分かんないですけど、まあ僕なりの説明というか、まあ頑張りたいと思います。それではレッツゴー。で用意するものはですね、ヘアアイロン、サロニアです、ダッカール、髪の毛を留めるやつですね。でコーム、こう太い束を細くする柵、アイテムです。でワックス、いつも僕はリップスのワックスを使ってます。これはマットで、こっちがツヤタイプです。この2つ相性がいいので、これ皆さんぜひ試してみてください。それでは髪セットしていくんですけど、温度設定は160度に設定しました。ド直毛の方とかは170度とか、180度はちょっと熱すぎかな。でブリーチ毛の、髪が傷んでるとかブリーチ毛の方は温度が低め、温度低めにしといてください。140度、130度とか、130、140、150とか、ちょっと髪の毛が傷むので。はい、それでは髪セットしていきます。温まったので、はい、それでは早速していきます。で僕は耳の上、ここの毛束を取っていただいて、耳の上はまず僕外ハネします、必ず。これはで、まあ、まず外ハネ入れました。はい、でこの周りは左右に交互にカールを入れていきます。まずこっちはこう内側に、でこっちは外側にみたいな、でこっちは内側に、でこっちは外側にみたいな。で1段目はこう交互にするんですよ。で2段目から僕は縦波打ち、まあ言うたら、まあ、波打ちですね、波打ちを入れていきます。はい、多分ね、皆さんが思ってる波打ちはこうだと思うんですよ。あ、もう入れちゃったわ。こうなんですけど、僕の場合は縦波打ち、こう縦に入れるんです、アイロンを。でこう、あー、ちょっと黒髪で見えにくいですね。まあこんな感じで全体的に縦波打ちを入れていきます。で2段目もできたら3段目、いきます。でもやっぱ髪セットって本当にどれだけやるかってことなんですよね。僕も当時 髪セット始めた手は本当に下手で、スパイラルとか何とか、ツイスト何、波打ち何とかよく分からなかったんですけど、やっぱ何回やるかっすよね、髪セット、積み重ねですよ。ここのサイドが終わりました、左サイドが終わりました。続いては前髪をしていくんですけど、まあ毛を取っていただいて、でまた同じように毛を止めて、前髪、この一番なんていうの、顔周りは絶対交差でカールを入れていきます、僕は。はい、こっから内、外ではないけど、まあ右か、右、左、右、はい、こんな感じです。でこうね、散らしてあげたら、まあいい感じのこう左右交互にカールがかかっていますので、これね、おしゃれに見えてかっこよく見えるし、おすすめです。本当に印象が変わります。同じようにフロント部分も毛を取っていただいて止めて、でこの2段目から僕はいつも縦波打ち、そうですね、この顔周り以外は全部縦波打ちかスパイラルで入れていきます。まず
気を取っていただいて、適量のね毛束を取っていただいて、アイロンを縦に挟む。で、根元付近からアイロンを入れてあげて、こう、はい、わかるかな、これです、これです、これです、髪セット。なんかね、これも終わり方、終わりはこっち左で終わったから、この次の毛束は右で終わるみたいな、まあ適当にランダムに波打ちを入れていくんですけど、僕はこんな感じ。3段目いきます。またまあこう、なんだろうね、波打ちはこう毛束を取って左右に手首を回転させるイメージ、こういう風にこんな感じかな。言うたら波打ちも言うたら慣れですね。何回練習するか、練習です。本当に髪セットは、いきなり髪セットやって上手い人なんていないっすよ。で、トップはちょっと立ち上げるような感じで、逆サイドいきます。また逆サイドも毛を取って止める。で、また同じように顔周りは交差にカールを入れていく。これを繰り返します。耳の上はさっきと同じように外跳ねです。はい、入りましたね、綺麗に。はい、2段目からは縦波打ちですね。はい、でサイドが終わりました。フロントサイドが終わって、次バックなんですけど、後ろは本当に見えないので、僕はいつも適当です。適当に横波打ちをしてます。適当に毛量を取ってあげて挟む。で、内外で終わらせたり、内外内で終わらせたり、でここも内外内。え、これ映ってる？映ってる？まあ、内外内を繰り返すだけです。それでは次、ワックス作業に入りたいと思います。レッツゴー！リップスの、フリーハードワックス。で、こちらがツヤ系のグロスムーブワックス。いつもこの2つのワックスを使っております。これバックからワックスしていくんですけど、1対1ですね。ツヤとマット。これ、見える？はい、それではね、これを全体にこの手の間もなじませる。なじませたらバックからこうペラ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 めくっていきます。次はフロントサイド部分をワックスでなじませていきたいなと思います。ワックスの量はバックの量と比べて少し多め。多分よく皆さん見るやつですね。ペラペラしていくやつっす。ペラ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 。前髪以外にワックスをなじませていきます。前髪は毛先だけつけるので、最後に残しておきます。で、サイドも最後までなじませてあげてください。またなんかワックス足りないなと思ったら足してもいいし、本当にワックスなじませで仕上がりが本当に変わってくると思うので。で、前髪が一番難しいんですよね、セットするとき。何回も失敗しました、僕が。振り下ろす際に注意ポイントがあります。潰すように振り下ろしたらボリュームが出なくなるので注意してください。なんでちょっと優しく振り下ろしてあげてください。前髪周辺から、前髪からちょっと振り下ろしていきます。
振り下ろします。なんか振り下ろした時にこあここいい感じだと思ったらそのまま残してあげてください。でも振り下ろしただけでこんな感じできるんですよ。はい、こんな感じです。でこっからほぼ完成なんですけど、僕頭がでかいので小顔に見せたいんですよ。なんでこの鉢を押さえてあげる、押さえてあげてここも押さえてあげる。そしたら小顔効果が出るんで。はい、完成しました。こんな感じになっております。はい、で後ろはこんな感じです。僕おでこが広いんですよ。おでこが広くて結構ね毛量もすいてもらってるんで前髪が少し割れやすいんですよ。なんでおでこが広くて髪の毛が軽いって人は前髪割れないように注意してください。ちょっと僕もちょっと今回割れがちでちょっと失敗しちゃったかもしれないですけど、もう少しでね新学期ということで入学式とかにこの髪セットをしていったらモテモテになりますよ。モテモテになるので皆さんもこの髪セット僕の動画を見て真似してみてください。であと僕あんま髪セット上手くないんでちょっとコメントでアドバイスとかくれたら嬉しいなと思います。チャンネル登録、あとコメントとか高評価もお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうございました。